はい。グルメギャンブラー TV のタージャーマンです。よろしくお願いいたします。はい。本日はですね、えー、まグルメ、ギャンブルに関して、えー、やるんじゃなくて、今のそのコロナ禍の状況について、少し僕の思いとか、いろいろちょっとお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。まずはですね、一つ目なんですけども、えー、こちらはね、大阪府の感染者数について、お話をさせていただきたいなと思います。 はい。昨日の21日が1242人で過去最多の感染者数となっております。先週の14日が1130人なので、まあ、112、え、人、ー、感染者数が増えているという状況です。そして、本日撮影日22日が1167人となっております。先週の15日が1208人となっておりますので、 マイナス41人の減少となっております。やっぱりね、あの、1000人超えてからなんですけども、えー、死者の方もね、やっぱり増えていっておりますし、あのー、まあ、コロナっていう感染症はね、急変することがあってね、自宅療養者の方がね、亡くなられるという状況もあって、かなりね、あの、医療の方も逼迫してる状況でございます。まあ、そういった中でね、あのー、まあ、今後、 ど、どうしてね、あの、それをやっていくのかといえばね、やっぱり緊急事態宣言しかないんですけども、本日ですね、まあ、菅総理の方が、えー、25日ですね、25日から、えー、5月の11日まで、緊急事態宣言を発令するということで、えー、記者会見も行われました。そういった状況の中でね、まあ、感染者数が、まあ、今後ね、えー、約2週間前にね、万望と、 蔓延防止をという策をね、えー、採用して、えー、やっておりましたけども、ま、今日に限ってはね、41人減少ということなんですけども、ま、明日になってみないとね、まだあの、23日の、えー、感染者数がわからないわけであって、やっぱりね、あのー、そこからだんだん減っていってくれればいいんですけど、またね、感染者数の方が千人、1000人超えをね、 するのであれば、まだまだやっぱり厳しい状況が続くんじゃないかなと思っております。はい。ということでね、えー、次は緊急事態宣言についてね、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。やっぱりね、あのー、先ほども言いましたけども、4月の25日から5月の11日までの17日間の間、緊急事態宣言を行うということで、まあ、菅総理がね、 本日発表されました。22日ですね。はい。で、あの、25日から5月の11日までということで、まあ、ゴールデンウィークもね、挟んでの、えー、緊急事態宣言ということなんですけども、えー、まあ、大阪府のね、吉村知事が、えー、3パターンのね、休業要請を、えー、考えておりますということで、昨日21日の定例会見でも、えー、言っていましたが、 まあ、すべての飲食店の休業要請。土日祝日の休業要請。そして、午後8時までの、えー、時短営業で、なおかつ、酒類の提供をしていただかないことっていうことで、えー、3つのパターンをね、えー、記者会見でもお話をしておりました。まあ、そういった状況の中でね、あのー、まあ、ま、水一章の方もね、えー、先週おっしゃってたんですけど、 約2週間ぐらいで、えー、強い対応をしていくということなんですけども、じゃあ、その2週間だけで、完全に、そのコロナはなくなるんですかって言えば、なくならないですよね。うん。やっぱりね、今、その、変異、変異体のね、あのー、コロナが流行っておりまして、感染力のさまじいね、えー まあ、新型って言えば新型なんですけども、やっぱりその、多く感染が、えー、増えてきてるわけじゃないですか。そういった状況の中で、じゃあその2週間で、完全に、あの、ネタやしにできるのかっていう話なんですよね。うん。僕は絶対できないと思います。うん。その2週間で、じゃあコロナ感染者数が0人になったとします。 あ、それはやっぱり緊急事態宣言のおかげですねって言うんですけども、じゃ緊急事態宣言がじゃ5月の11日に解除されました。じゃそこからまた2週間後にね、500人、600人の感染者が出たドどイになるんですかっていう話なんですよね。うん。より強い対応をとっていくと言いながら期間が2週間という発言もされておりました。 ま、正式にはね、約17日間の緊急事態宣言が発表されたということで、やっぱりね、あのー、まあ、国に対してね、うん、やっぱり僕ら国民、まあ、日本国の、えー、住んでいる人間としてね、やっぱりもっともっとね、早い対応をしていただきたかったっていうのが本音です。やっぱり、300人、400人出た時点でね、あの、もう少し早くね、 あのー、緊急事態宣言を出しておけば、ここまで増えることにはなかったんじゃないかなと、僕は思います。やっぱりね、あのー、オリンピックっていう、すごいイベントも控えてるのはわかるんですけど、そういったことを関係なしに、やっぱりね、感染者数が増えるっていうのは、弱い人に対して、痛みを伴うことになるわけですよね。 うん。やっぱり緊急事態宣言が出て、一番困るのはじゃあ誰ですかって言った時に、もちろん僕たち、会社からお給料をもらっているサラリーマンに関しては、まあある程度、えー、は大丈夫だと思うんですけども、個人で経営されている飲食店の方々、美容室の方々、そしてまあ接客されている あの、業種の方々たちが、どんだけね、しんどい思いをして、この緊急事態宣言を乗り切っていかなきゃいけないのか、という話なんですよね。うん。やっぱり、緊急事態宣言出すのはいいんですけども、しっかりとね、感染者数が、じゃあ、0人を、1ヶ月、続きました。じゃあ、もう、そろそろ、いいんじゃないかっていう判断をしていただかないと、 たかが17日間で、僕はこのコロナの感染が減るとは思いません。もちろん、その17日間の間の、間は、もちろん感染者数が減るかもしれません。その2週間後においてね。うん。でも、また、じゃあ5月の11日までということであんで、まあ2週間後としては25日ですね。5月の25日ぐらいから、 また感染者数が増えてくるような状況になってくるんじゃないのかなと僕は思います。そういうのは、やっぱり、あのー、ニュースとかも見ててね、うん、やっぱりこうなんかしっくり来ないというかね、ちょっとやっぱりもう少しね、あのー、強い対応をね、してほしいし、まああのー、日本に対しては、 やっぱり法律とかでね、そのロックダウンっていうのができないっていう法律があって、なかなかそういう、まあ、厳しいね、対応策を取れないということもあるんですけども、その、しっかりとね、あのー、もっともっとこの国民が安心して暮らせる、市民、府民が安心して暮らせるようなね、あの対応をね、もっと取っていただきたいなっていうのが僕の本心です。本音です。はい。ということでね、 あのー、まあ、自分の思いを、えー、最後にすず、す、すずっていきたいと思いますけども、まず協力金についてね、まあ、あのー、大阪市、大阪府に関しては、まあ、まだまだその協力金がね、届いてない方もいらっしゃるっていう話もちらほら聞いております。 で、まあ、本日ね、あのー、ヤフーニュースを見させていただいたときに、大阪市に関しては、まあ、ほぼほぼ協力金の方がね、1回目の方か2回目かわからないんですけども、まあ、支払われてるっていうことをね、見たので、まあ、そちらの方に関してはね、まあ、あのー、順序にやっていってるんじゃないのかなという思いもありますけども、あのー、<laughs> やっぱりね、あのー、大阪府の方も、えー、吉村知事がね、言ってましたけど、今ね、人を、人を増やして、まあ、その、給付金とか、協力金とかのね、対応をもっと迅速にできるようにしていってるという状況だということで、まあ、もしね、えー、今回の緊急事態宣言の関わる給付金に関しては、 えー、今までよりはね、もう少し早いんじゃないのかなという気もしますけども、えー、もっともっとね、迅速に対応していただかないと、やっぱりその経営者の方々、やっぱりね、あのー、家族を持って生活してる方もいらっしゃるわけですからね、あのー、働いてる方々もね、あのー、お店も休まなきゃいけないと、その間ね、やっぱり仕事してないと。 そういう時にね、やっぱり一人暮らししてる方とかだったらね、生活できませんよね。そういった意味で、もっともっと迅速にね、あのー、早く対応していただけるようにね、あのー、お願いしていきたいなと思いますし、えー、心から願っております。はい。やっぱりね、あのー、不正の方もあるみたいなんでね、まあそういった人がいる限りはね、やっぱり厳しい、その、審査基準とかも、 あると思うのでね、なかなかこううまくはいかないと思いますけども、やはりね、あのー、もっともっと、えー、迅速に対応していただいて、安心してね、あのー、お店が休めるようなね、システムも取っていただかないと、やっぱりね、あの、経営者の方々が大変な思いしてると思いますのでね、そういったものを、えー、もっと、えー、ま、国もそうですけど、 やっぱり吉村知事とか、まあ、推奨に分かっていただければなと思っております。はい。それでですね、まあ、緊急事態宣言についてなんですけども、やっぱりね、あのー、17日間ということでね、ちょっとやっぱり短い気もします。はい。そういった中で、まあ、3回、3度目の緊急事態宣言ということでね、えー、もっともっと、 あの、厳しい対応を取っていくということなので、まあ明日になればね、ある程度の、えー、まあどういった、えー、まあ条件が出るかっていうのはわかると思うんですけども、えー、まあ映画館とかね、あの、百貨店とかの休業要請も、えー、あると思うっていう話も出てますしね、やっぱり吉村知事に関しては、その、百貨店の方とかもね、人流、まあ人の流れを、 完全に断ち切りたいということで、休業要請を出すっていう話もしてますのでね。まあそういった、まあまたね、あのー、日をめ、改めて、また、えー、そういった条件とかもね、あのー、気になると思いますので、えー、お話をね、またしていきたいなと思います。はい。まあ最後にね、えー、菅総理、えー、大阪府の吉村知事、そして大阪市の松井市長の方にね、あのー、物申したいということで、 やっぱりね、あのー、国があって、自体があってね、あのー、その中で、やっぱりいろんな、あのー、法律とかがあってね、そんな簡単にはね、うまく物も,も進まないのはわかるんですけども、やっぱりその日本、国に住んでいる人間として、やっぱり市民として、府民として、生きているものとしてね、やっぱりもっと迅速に対応してもらわないと、あのー、 やっぱり不安でね、ずっと過ごしていきたくないわけですよ。うん。でも、その、国民に対するね、まあ、給付金とかは、まあ、僕らはね、あのー、まあ、一サラリーマンとして働いてるわけなんで、あのー、欲しいというわけではないんですけどもね、やっぱり、本当にね、しっかりと休業要請とかするのであればね、しっかりとね、もっともっと迅速に対応していてもらって、 早いんでね、対応があればね、やっぱり休まさせ、休まさせられる人もね、そこまで不安はないと思います。うん、僕らは、あのー、仕事をしっかりと働いて、会社からお金をもらっている立場なのでね、まあ僕らの業種に関しては、まあそういう休業要請とかもないので、まあそれはね、あの大丈夫だとは思うんですけども、もっともっと、えー、早い対応をしていただいて、早くね、このコロナがなくなってね、 あのー、日本全国に住む方がね、安心して暮らせるようになるようにね、あのー、願ってやみません。はい。本日は、えっ、ー、と、まあ、コロナについてね、ずっとちょっと長い話をしてきましたけども、これはあくまでも僕の見解です。僕の思いを本日、YouTube を通して伝えさせていただきました。最後まで、えー、長くなりましたけども、ご視聴ありがとうございました。 それではですね、まあ、本日の動画を見て、えー、すごくね、あのー、ためになりましたよっていう方がいらっしゃったらね、まあ、Twitter とか、あのー、Facebook とかでもいいので、えー、拡散していただけると嬉しいです。僕自身も、えー、自身の Facebook、Instagram、 え w ツイッター、Twitter、とかでね、あの、拡散していきたいなと思いますので、えー、皆様のご協力も必要と思います。よろしくお願いいたします。来週に関してはね、またあのー、コロナのことに、続報としてね、あのー、緊急事態宣言も発令されると思いますので、まあ、今回の動画の続きみたいな形でね、またちょっと撮影をさせていただければなと思います。よろしくお願いいたします。 はい。それではですね、来週の動画まで。バイビー